こんばんは。今日は洋食に合う野菜料理、野菜のグリル風を作っていこうと思います。好きな野菜を一口大に切ります。今日はラタテイユでよく使うパプリカ、ナス、ズッキーニを使ってますが、他にも玉ねぎ、ピーマン、人参、椎茸もおすすめです。重量の 1% の塩をまぶして水分を抜いていきます。野菜の水分を抜く間に風味付けのニンニクを潰しておきます。綺麗な瓶の底で潰すと楽ちんです。野菜の水分がうっすら出てきたら、キッチンペーパーで拭き取ってあげます。フライパンにオリーブオイルを薄くひいて野菜を焼いていきます。パプリカはまんべんなく火が入るように押し付けながら焼きます。いい焼き色がついたらひっくり返します。両面に良い焼き色がついたら火から下ろします。ナスとズッキーニも同じように焼いていきます。最後に香り付けのオイルを作ります。オリーブオイルを弱火で熱してニンニクを炒めます。ニンニクの他にもタイムやローズマリーを入れるといい香りになります。香りがしっかりとオイルに移ったら取り出して野菜にかけて完成です。パルミジャーノが家にあったので削ってかけました。美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。気に入ってくれたら高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。